最新情報を流れでキャッチアップ、ラジオ感覚放送毎日ダブです。おはようございます。サーバーワークスの篠崎です。3月22日、今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます。電車に乗りながら、ご飯を食べながら、ちょっとした流れ時間で気軽にキャッチアップしていきましょう。放送のフィードバックは YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグサバワにて投稿お願いします。はじめまして、サーバーワークスの篠崎です。今回から毎週月曜日のパーソナリティを務めることになりました。2020年4月にサーバーワークスに入社して、まだ AWS 歴、IT 歴ともにまだ1年と短いんですけれども、皆様のお役に立てればなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。それでは早速最新1日のアップデートを見ていきましょう。今回は3月19日、6件のアップデートがありました。まずは1つ目です。 Amazon S3 オブジェクトラムダアクセスポイントが登場。はい、こちらのアップデートなんですけれども、 S3 オブジェクトラムダアクセスポイントが提供されるようになりました。具体的には S3 にゲットリクエストをする際に、このアクセスポイントを指定することで、ゲットするオブジェクトのデータをラムダ関数を用いて、行のフィルタリング、画像の動的なサイズ変更、機密データの編集などができるようになりました。今まではあるデータをアプリケーションごとに加工して使いたいといった場合には、加工したデータをそれぞれ保管していたといったケースが多かったと思います。それが今回、オブジェクトラムダアクセスポイントを使うことによって、保存するデータを減らすことができるため、コストを抑えることができるようになりました。こちらはまだ大阪リージョンには対応していないんですけれども、東京リージョンでは使用可能となっておりますので、アプリケーションごとに S3 からデータを加工して使っている方は、ぜひ検証してみてはいかがでしょうか。それでは次、2つ目、 EC2 オートスケーリングのインスタンス更新機能に段階的デプロイがサポート。はい、こちらは EC2 オートスケーリングについてのアップデートになっておりまして、インスタンスの更新をする際に、グループの何パーセントのインスタンスを置き換えるか、待機時間はどれくらいにするかといった段階的な更新ができるようになりました。 EC2 オートスケーリングではインスタンスの更新といった機能がありまして、起動設定で AMI などの設定を変えた後に、既存のインスタンスの起動設定も更新できるといったもので、これまでは変更すると全てのインスタンスに適用されてしまっていました。今回のアップデートで検証しつつ起動設定を更新することができるようになりましたので、ぜひこれから EC2 インスタンスのアップデートなどの変更をする際には、こちらの設定値を考慮に入れて設定変更をしていただければなと思っております。それでは次、3つ目、 Amazon RDS4 MySQL のメジャーバージョンアップグレードのロールバックをサポート。はい、こちらは RDS4 MySQL についてのアップデートになります。内容としては、 MySQL 5.7 から MySQL 8.0 へのアップグレードに対してロールバックが提供されるようになりました。これまではアップグレードをする際にはバックアップを取り、失敗した際にはバックアップから手動で復元するといった作業が必要でしたが、今回のアップデートにより、アップグレードに問題が生じた場合には自動でロールバックをしてくれるといったようなものになります。 RDS はMySQL 5.7 から8.0 へのアップグレードをする際には事前チェックといった機能もありますので、このアップデートをする際にはですね、ぜひこちらの機能も伏せて考えていただければなと思っております。それでは次、4つ目、 AWS ローンチウィザードがロールバック実行を選択できるように。はい、こちらは AWS ローンチウィザードについてのアップデートになります。まず AWS ローンチウィザードについて、少し馴染みのない方もいるかと思いますので、簡単に補足をしておきますと、AWS でサードパーティーのアプリケーションを簡単にデプロイできるサービスとなっております。今回のアップデートでは、ローンチウィザードにおいてデプロイ失敗時にロールバックをしないといった選択ができるようになりました。ロールバックなしを選択することによって、プロビジョニングされたリソースはデプロイが失敗しても保持されます。これによってデプロイの問題をリソースレベルでトラブルシューティングをすることができるようになりました。デプロイのエラーがわからない場合、このオプションを使ってリソースレベルでトラブルシューティングをしてみてください。それでは5つ目です。Amazon QLDB の検証 API スループットが増加。こちらは Amazon QLDB のアップデートになります。QLDB とはフルマネージド型の台帳データベースです。このデータベースに格納されているデータの変更履歴については、改ざんできないような特徴がございます。今回のアップデートで QLDB の検証 API のパフォーマンスが向上し、平均で最大 70% のレイテンシーが削減されました。これによってプログラムは今までの10倍以上 API コールができるようになります。
検証 API とは QLDB が保持しているデータに変更がないことを証明する API で、監査などでデータが改ざんされていないか検証される場合に用いられるものです。 QLDB をご利用の方はこのアップデートをぜひチェックしてみてください。それでは6つ目、最後のアップデートになります。新しいデジタルコース AWS クラウドテクニカルエッセンシャルズが開始。はい、こちらのアップデートは AWS が提供するデジタルトレーニングに新しく AWS クラウドテクニカルエッセンシャルズというコースが追加されました。こちらのトレーニングは AWS とは別の学習プラットフォームのコーセラと ADEX で無料視聴できます。このコースを終了しますとコンピューティング、ストレージ、データベースなどのコア AWS サービスの様々なユースケースを学ぶことができます。 AWS を始める方向けの内容となっておりますので、ぜひ視聴してみてはいかがでしょうか。以上6件、3月19日のアップデートでした。繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグサバワにて投稿をお願いします。また次回毎日 AWS お楽しみに。ではでは。